はい、こんにちは。今回ご紹介しますのはこちらですね。アブデカのシリーズでして、危ないデカのシリーズというのは昔強小でね、あるんですが、今トミカリビレッドヴィンテージとかにもありますけども、まあ、その許可を得る前に、トミカリビレッドあのトミカリビレッドじゃない強小としてあったのがあります。それが、このアブデカのシリーズのものでして、それが日産のスカイラインですね。でこれは、85年の、9月にスカイラインはトヨタセリカと前後するようにフルモデルチェンジを受けて7代目となったんですね。で7スカセブンススカイラインと首を打って同乗したの7代目はスターリング店では交渉だった6代目でイメージを高し、ボディはフォードスタント有効予定2ドアからフォードブラ7タブラハードトップ、そして5ドアワゴンで追求されたと。しかしいずれも大型マウントテールランプ以外はスカイラインであることを感じさせない状態化したものとなってしまった。最大のトピックはスターリングル切り角度、車検車速によって作動するハイチャースを称する世界初の4人座シートも搭載したことで、エンジンはコストのかかる RS 系が継承されなかった代わりに前年ローデネに搭載されてデビューした RB 型直六エンジンに新設計 DOSC24 バルブゲットを組みました。RB20D 型165バレクとその他部分は 20RB26D20DET 型210バレクが新たに搭載。この DOSC モデルのために SOC ターボの RB20DT170 バレク、 RB20E 型130バレク、中国版に積まれる CA10GS 型100バレク、ディーゼルの RD28 型100バレクと合計6種類のエンジンが搭載され、配送カール車に調整を導したセブンススカイラインは結果的に同社がロールドポジションを多くどぐるものとなり、57年以来のスカイライン市場を見る失敗作となった。で、続後少しでも回復するため、86年5月にツーダースポーツクーペ GTS を追加したり、87年2月にはクーペ GTS シンカムターボ、ニスマやハウトップ 2000GT リビレット、シンカム 24V ターボを販売したが、人気をお持ちの足のまいからなかった。で、87年8月にマイナーチェンジされ、88年11月に限定車、クーペ GTS オーティックバージョンを発売したのち、89年5月にフルモデルチェンジを迎えて、8代目となったんですね。で、これが、まあ、その、7代目のセブンススカイラインだったんです。ただ、この当時は今でも記憶が覚えてるんですけど、これはあんまり当時売れなかったんですね。でも、まあ、アブデカのこの刑事ドラマでは、このスカイラインと、あと、2ドアの黒い、確かスカイラインがあって、そしてもう一つ黒のフォードアタイプのスカイラインがありました。確かその3台を使ってたんですが、まあなかなか非常に良いスカイラインで、今でもアブデカでも語り草となっているね。まあ、一番はあの銀のレパードですけどもね。まあそれもいくつか色の種類があって、それで使ってたりなんかしてたんですけど、まあ当時日産が、提供していたのでね、やったんですが、まあこれの内装とかもですね、非常にこうかっこよくて、で非常にやっぱりスカイラインといえば私はスカイラインが好きなので、このスカイラインの港305号車なんですが、なかなか良かったです。当時はこういう風に R31 っていう風にまあ名乗っていましたね。で R32 以前に R31 っていうのがあって、でそれでこの R31 スカイラインというのがまああったということなんですが、なかなかこれがいい車でね、ちょっとなんでこういう風になってるかって言ったら、ネジがちょっとね、大きいネジに取っかえてしまったので、まあこうなってしまったんですけど、ご了承いただければかなと思うんですが、まあなかなかこのスカイラインというのが結構私好きでした。今でも覚えてるけど、この前の部分とこの後ろの部分ね、これが好きでした。ただスカイラインという車は鼻が長いんですね。ボンネットが長いもんですから、しかも私は小学校6、身長150いくつぐらいしかないので、まああのあれなんですよ、160もないから、まあなかなかですね、まあ小学生がブーって車運転してるみたいなもんですから、なかなか岬があのなかなか運転しにくいっていうかですね、こうやっぱりボンネットが長いとね、ちょっと 見にくいで、それでいて背が小さいですから、こういうスポーツの車っていうのはこう地べたに這いつくばって感じで運転しなきゃいけないんですよ。ですからそれがね、こう唯一の泣きどころっていうかね、だからまあ小学生ぐらいの背丈しか
ない方にとってみるとね、非常にこう、まあ、今の小学生でも随分大きくない小学生が出てくるようになりましたけども、なかなかこう昔の小学生って言い方もおかしいけど、まあ、それぐらいしている小さい人にとってみるとね、150いくつしかない身長の人にとってみるとね、低身長ってやつですね、まあ、そういう人が乗ると運転しにくいかなっていうのはある。ただそこに私の場合はちょっと格好悪くなるかもしれないけど、まあ、座布団をこう下にシートの下に敷いて、でそれで運転すると、お前は商店かっていうね、ツッコミがところがあるかもしれないけど、まあ、それでもないと運転しにくいんですよ。でそれで、運転をしていたというね、ちょっと練習してた時にね、スカイライン R34 型ですかね、 ER34 型のところで乗ってたんですが、これも欲しかったんですね。ただもうさすがにもうその時ですらもうこの車はもうかなり古い車で、もう20年ぐらい経ったかな、もうかなり古い車だったんで、もう部品もなかなかないし、車検なんかもね、やっぱり値段なんかもやっぱり希少品だから、まあ下手したら高くついちゃう。でそれでなかなかなかったんですが、だからこのスカイラインは欲しいんですね。私ある32か31、これも好きなの。だからこれの黒を私幼少期の時に、それこそアブデカでこの黒の4ドアのスカイラインを見たんですよ。で、うわぁ、かっけえなと思って。あの、テレビドラマでですけどね。で、それを見て、うわぁ、かっけえなと思って、それが、アブデカが再放送されてた時だったんだね。ちょうど1988年、まだ平成に入るギリギリ前の時ですよ。で、その時に再放送されてたんで、アブデカっていうかっこいいドラマがあって、で、そこで、このタカとユージが、まあ、乗り回してたら。で、それでレパードという存在のかっこいい存在を知って、そしてスカイライン。この方のスカイラインという存在を知ることによって、私のそのスカイラインに、時期というものがここから始まったんですよ。ですからこのあとすぐ時期にある32型というスカイラインが出てしまったので、まあ、それもまたかっこよかったんですが、あのとんでもないがとんでもいいって入れ歯が出てくるやつですね。であれが好きだったんですが、やっぱこの形のスカイラインはやっぱり好きなんですよね。でこの形から一気に次の形になると新しいデザインになってきてですね、ちょっと一気に形が変わってきたんですよね。よりスポーティーになってきた。だから非常に難しいところなんだけど、今もう一度乗りたいとしたらこの R31 に乗りたいか32かどっちか迷うんですね。ですから私がミュージアム作った時に2台持ちぐらい、もうエルグランドも入れて4台持ちぐらいにしたいなってしてる。で4台のうち3台を車用車にして使っちまおうかみたいなね。まあそんな風なもう夢がありますけども、まあ野望がありますけど、まあそういう風な、ものです。ただその時代にあるかどうかです。あるかどうかですけどね。でもまあミュージアム作ってしまえば、あとはもうね、あの軽視で落としてるから、軽視で国に頼んで、軽視で車用車買いたいんですけど、で、いくらぐらいでってことでね。で、それで買おうかなと思いますけども、まあなかなかこういう車いいなと思いますね。このフォードはね、なぜ私その時気に入ってたのは、この後ろですよ。これがかっこいいな、かわいらしいなと思った。だとこの前のかっこよさね、このキリッとした目の。これがまたいいなと思ったんですよ。ただ当時は都市工学ですって言われて宣伝してね、技術の最先端を言っていますっていう感じでこう宣伝されて作られてた車だったんだけども、あまり人気が出なかったんですね。で、どっちかっていうと、こう、アベタカの映画の中でも、こういうスカイラインよりは、レパード、あれを乗り回すシーンが多かったので、まあ、レパードの方が人気が出てきちゃったということなんです。ただ、当時、アベタカがまだ出始めて、まだ間もない頃っていうのは、実はあのレパードすら、ソアラのライバルでしたから、ソアラを意識してましたから、本場の、まあ、トヨタのソアラの方が人気があったんですよ。で、それに比べて、あの方のレパードってのは そんなに人気はなかったんだけども、まあ、アブデカの影響で、徐々に、まあ、再放送されたりなんかしたりしていって、その回数を増やしていったり、
なんかしてて、シリーズもどん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 増やしていったりしてたから、まあそれでこう今ではレパードがすごい人気写真と、なってたんです。だから当初の頃はそんなレパードもそんなに人気はそんなになかったんですね。でも僕はあの刑事ドラマでこれが出るのがきっかけでレパードがだん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 人気になっていったということで、この写真ではないですけどね、なかなかこれもこれでかっこいい車だったんです。というわけでどうもありがとうございました。